ドレナリン全開の最大ブーストでぶっちぎってやら。あらかっていくぞ。シュート。セッティングの失敗か。いきなりで勝てるとは思わねえけど、当たって比べてやる。死ぬ気で攻めてやるぜ。抜かれた。
られちまった。何がどうなってんのか分かんねえ。相手にとって不足はない。どうしたそんなもんか。うわっ、いけねえ。子供テクニック身につけてるんだ。そっ、誰が、なんてやつだ。誰だ、ついていくのがやっとだ。すごい走り屋が嫌がるとはな。とんでもない奴がいる。
全然ついていけねえ。全然届かないよ。
深い。抱き直るしかないよね。ついていけない。まだ諦めない。やっぱすごいね。ちょっとショックだよ。ターゲットが見つかったぜ。ここで俺が撃墜してやる。あの車を仕上げたやつ、恐ろしく車を熟知した人間だ。
のツッコミが本気でヤバいと思うなんて、世界の限界ギリギリの一線をあいつは超えている。すごい怖さに対応していきやがる。相手にとって不足はない。エビンでとことん本気になれる。100% 集中するぞ。サーキットの第一コーナー突っ込むときみたいに。今頃悔しくて泣いちゃってるかも。生意気な。
早すぎるよ。どう見たって追いつけこない。そうだ、これは夢だ。悪い夢に決まってる。出向いてきてくれたことへの礼儀だ。俺は全力で走る。後ろについているとお前のやろうとしていることが分かるから。かけてもこのまま終わるわけにはいかないぜ。信じられないことだが、神業のようなマシンコントロールだ。見ているわけにはいかない。この峠の本当の攻め方を見せてやる。追いかけさせてもらうぞ。どれほどのもんか見せてもらうぞ。つままれたようだぜ。
気楽にボタンついていけない。落ち葉で滑る予測できない路面に対応するドリフトの資源だ。いいラインだ。地元の俺が見ても惚れ惚れする。もう待てない。そろそろ行くぞ。仕掛けるのはこの先の右と決めた。確かにお前の走行ラインは完璧だぞ。今のところはな。ほんのわずかにミスが命取りになる。このバトルは集中力の勝負だ。なんとしてでも追い抜いてみせる。この峠をまるで縫うように駆け抜けていく。早いぜ。行動スペシャル仕様なの。どんな奴にも負けない仕上がりになってるんだよ。よし、来て。していた割にはそうでもないな。この俺がブレーキングで負けてるってのか。行動軸のレベルを超えてるってのか。手の内をわざと隠したから。いや、それはないはずだ。そんなバカな、一体どんなトリックを使ってるんだ。そいつ、今までにあったどの走り跡も違う。別格だ。追い抜いてやる。どうすればあんなになれるのか想像もつかないぜ。
からしっかりついてきたよね。ラインさえ乱さなきゃパワーが出ない。まだバトルは始まったばかりだからね。ここから追い上げてみせるよ。いかにも気持ちがくじける。私悔しい。あんなにワクワクしてたのに。縮めていかないと。情けないよ、こんなにレベルが違うの。どうあがいても私が勝てる相手じゃない。完全に振り切られてる。私どうしていいのか分かんない。どんどん差が開いてくる。もう絶望的だよ。行っちゃ嫌だよ。最悪、全然攻め込めない。出張ってきてくれたんだ。それなりの対応で迎えさせてもらうよ。なかなか勢いがいいな。向こうのドライバーは間違いなく俺の予想を上回るレベルにある。ありえないぞ。何をしている。これが若さだ。現実に突きつけられる辛いもんだ。落ち着いて状況を整理する必要がある。峠の神様と呼ばれた男がこのザマか。やれやれ、
なんて言われるか。俺とエボの走りならどんな奴にだって遅れは取らねえよ。速そうだ。いい感じのオーラ出てる。こんなに速いやつだったのか。
主導権を握ったつもりだろうが、そうさせん。これほどのテクニックを持つ走り屋がいるとはな。出せ。ペースアップしてるのに食いつけないだと？俺の技術に足りないものがあるというのか？俺がブレーキングで負けている。チクショー、追いつけない。勝敗は時の運だしな。車が妙なふらつき方をする。ウイングがどうなってるか知らないが、左右のバランスがおかしいぜ。そう、本当に運か。あまりにもクレイジーすぎるぜ。相手にとって不足はない。一世一代の行動バトルにはふさわしい演出だ。先行のポジションとはまた豪胆な。戦うべきはバトルをしている相手ではなく、自分の心に住んでいる弱い自分なんだ。鮮やかすぎて悔しいと思う前になぜか笑えてしまう。これほどのペースを作れるのはほとんど奇跡だぜ。必要なものは何より集中力。パニックにならない精神力。最悪な状況下で最善を尽くすことができる判断力。ゼロ理論によって養われることができることを証明する。それはゼロ理論の勝利であることには変わらない。加えて見ているだけか。なかなかやるな。
最強と言われたカリスマが覚醒した。あいつには特別な何か。で、キレイ、深く、優しい、そして漂わせるあの切なさ。気になる男だぜ。満々だね。実力のほどを拝見といこうか。どこまでついてこれるかな。この鍵は自信つけて返すぜ。あ、遠いから。このポジションがバトルの勝敗そのものを決する鍵になる。意外と早いか。可能な限りシミュレーションをしてみたが、これは厳しいぜ。申し分ないテクニックだ。少しは楽しめそうだな。礼を言うぜ。こいつは想像以上だぜ、久保さん。信じられないぜ。あいつの走りは驚嘆に値する。壁だな。一杯食わされたぜ。頭も切れるドライバーだな。こんな結果になるとはな。作戦の立て直しだ。データが足りないのか。チーフドライバーとしての責任を果たすぜ。月を味方にできるのはそれなりに準備ができているからか。データにとらわれて奴の本当の実力を測り損ねていたようだ。
ロジェクト D の一員として精一杯の走りをするんだ。マジで余裕ないぜ。手の内で踊らされてる気分だ。かなり上手いやつだけど抜けない相手じゃない。とてもじゃないけど飛び込めそうにない。どうする。ねえ、どうすればいい。さあ、開く一方だ。ダメだ、追いつけない。追いつけなきゃ、チャンスを。またペース上がってきてる。これ以上行かれたらこっちはもう車が限界超えちまうよ。うまくいくかどうかわかんねえけど、ダメ元でやってやらん。ポイントになるのはタイヤの使い方だ。それを知らずに走行する奴は負ける。とりあえず我慢だ。チャンスは必ず来る。はえ、バカじゃねえのこいつ。
にお前はすげえよ。けど俺は負けねえけどな。わかんねえ。お前よっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。99% 無理だぞ。残りの 1% にかけて何かやっていかないと。形が速くてうまい。いっぱいじゃねえか。ここまでの強敵なバトルになるなんてな。まだいける。追いついてみせるぜ。下品なぐらいに早すぎるぜ。対戦相手テール2ノーズでブレーキングを見ていれば相手のドライバーの実力はすぐに分かる。半端じゃなく手強い相手だぜ。勝機があるとすれば後半の突っ込み勝負。ここまでおとなしくついてきたのは土壇場での一発勝負に備えてタイヤを温存するためだ。乗るか取るかワンチャンス。お前の唯一の弱点を突く。驚いたぜ。動きは変わった。奴は進化してる。俺なりのあらゆる可能性を模索してみたら結論は厳しいぜ。手ごわいぜ。強敵だ。全くミスをしない。第5弾だぜ。なんてことだ。
鳥肌もんだ。俺でも理解できないようなポイントがいくつかある。あのパフォーマンスはセオリーだけでは説明できない。今までいろんなやつを見てきたけど、お前みたいなやつは初めてだ。また会おうぜ。今すぐ